徳島県内のお店の絶品スイーツの中からさまざまなランキングを予想するこのコーナー、小賀ゆいのポジカルスイーツ予想。4月に入り、小形ゆいもスイーツ予想し3年目に突入しました。あっぱれ。そんな新年度一発目のスイーツ予想はハワイアンなドーナツが楽しめるお店だそうですよ。早速行ってみましょう。アロハ。訪れたのは徳島市佐古市番町のねねハワイアンドーナツ。失礼します。甘い香りが広がってる。今日よろしくお願いします。お願いします。このねねハワイアンドーナツの名前の由来って何ですか？ねねハワイアンドーナツは、ねねというハワイ州の鳥から取っているんですけど、そのねねという鳥自体は鳴き声から取っていて、それで今はもう絶滅危惧種となっている少ない鳥になっております。あ、ねねって鳴くんですか？ちょっと鳴き方ねねそうやって鳴く。このお店の特徴を教えてください。こちら全てマラサラになっているんですけど、ポルトガル語で、ブサイクや大雑把っていう意味があるんですけど、家庭で作られるお菓子で、それがハワイに伝わって定番化したのがマラサラになっております。日本のドーナツと比べてふわふわもちもちといった特徴がございます。そしてひなさんはドーナツ愛が強いっていうのも聞きましたけど。ドーナツ大好きで本当に愛してます。そんなひなさん17歳なんですよね。実は高校生やらせていただいてます。今回のテーマがあれですよね、人気ナンバー2、2番目に人気なスイーツなんですよね。そうなんですよ。なんかヒントあります？ヒントはちょっとください。ザ・ハワイ。ザ・ハワイ感じの。 OK。 じゃあ17歳のひなさんを口説きながらビシッと当ててきますよ。覚悟してください。任せてください。ということで今回はハワイアンなドーナツ店ねねハワイアンドーナツの人気ナンバー2、 2番目に人気のドーナツを予想していきます。まず A のドーナツは、お待たせいたしました。こちらハワイアンハニーバターになります。見た目はシンプルながら中になんかたっぷりとなんか入ってますよね。そうなんですよ。チーズクリームとバターを配合して、そこにハワイ産の蜂蜜を合わせた濃厚なクリームを使っている贅沢なドーナツになっております。人生初ハワイアンドーナツいただきます。うん、もうびっくりするほど蜂蜜濃厚じゃないですか。そうなんですよ。またこのバターとの相性が本当にもう絶妙ですよね。アクセントとなって美味しいです。しかもやっぱりこの食感ですよね。ふかふかで柔らかくて、でも弾力もしっかりあって、これを作る上でその一番の、まあ、工夫したところだとかこだわりってどこですか？こちら唯一、シュガーをまぶしていないドーナツになって、ちゃんとそれでもしっかり甘みを感じられるドーナツになっております。蜂蜜のおかげなんですか？そうですね。どういった特徴があるんですか？滑らかでフローラルな口どけが良い蜂蜜になっております。こんなにもクリーム入ってるのにくどくないですね。そうなんですよ。何個ぐらいいけそうです？私10個ぐらいは余裕かな。10個。もうそんだけドーナツ愛してるんで。このあっさりした甘みっていうのは老若男女問わず好きそうじゃないですか。そうですね。で見た感じハワイアンの特徴でしょ。はい。ちなみに人気ナンバーワンはどれなんですか？人気ナンバーワンは、一番ベーシックなシュガーになります。これは大きなヒント。だってベーシックなシュガードーナツが一番人気なんでしょ。そうです。あとこれも見た感じすごくシンプルでベーシックな感じしますもん。ってことを順番に並べたらこの子2位ぐらいに入りそうじゃないですか。もしかしたらですね。はぁ、うまいな。続いて B のドーナツは、お待たせいたしました、はい、こちら南国イエローフルーツです。上にシュガーがたっぷりとかかってますよね。そうですね。こちらはですねレアチーズとカスタードをブレンドしていて、そこにマンゴー果肉をたくさん配合していて、ドライパイナップルがですね酸味がアクセントとなっていて美味しいドーナツになっております。
ジューシー。もう果肉の本来の果汁がじんわりじんわり出てきて、もうジューシーですよね。そうですね。でもこのまぶしてある砂糖のおかげですごく食べ応えありますし、はい、後からこのクリームチーズさんの酸味がひょこっと顔出してくれますね。そうなんですよ、そこポイントってなってなります。こんなにクリーム入ってるのに驚くほどくどくないですよね。そうなんですよ、こちらもね10個ぐらいいけるぐらいさっぱりしてると思います。これを作る上での一番のこだわりってどこですか？こちら中にマンゴー果肉をたっぷり入れているのが一番のこだわりとなっております、うん、ちなみにひなさんの一番好きなドーナツどれなんですか？私はもう圧倒的にこちらの南国イエローフルーツになります。わー、なんで？食べた瞬間にハワイ感じられて、やっぱさっぱり、うん、甘じょっぱ一番私好きなんで、うん、思ったんですよ、これ一口入れただけでも、もうトロピカルの世界が広がってるっていうか、南国を歩いたような感じがしません？めちゃくちゃわかります。目閉じてみて、もうイメージが湧いてくるでしょ、この香りだけでも。ハワイに行ってきました。行ってきたでしょ？行ってきました。あ、待って、なんかねねの鳥がすごく今鳴ってません？長いな、この下り100羽ぐらいね、飛んでません？え、なんか鳴き声聞こえる。ねね、最後、Cのドーナツはすごいね。明日、こちらハウピアでございます。ヤシの木から取れたココナッツシュガーとココナッツパウダーをまぶしております。ココナッツですか。ハウピアは、ハワイの伝統的なデザートになるんですけど、ルアウっていうハワイの宴会でよく見られるデザートなんですけど、こちらを、ドーナツ風にアレンジして作られたドーナツになります。そのドーナツいただきますね。いってらっしゃい。できます。いってらっしゃい。はい、面白かった。打ち解けていく方がすごい。初めて出会いました。これはもうココナッツ大好きな人からしたら、もうこの子に出会ってほしいですね。そうですね、たまらんですよね。うん、たまらんのです。上のココナッツの食感と、まだ中のココナッツの味わい、ココナッツ同士が合わさるとますます濃厚になりません？ずっともうココナッツの味わいが残ってますね。もう食べた後何度でも感じられるこの味わい、皆さんに感じていただきたいです。これはもうハワイですよ。そうですよね、うん、こちらもザ・ハワイって感じしますよね。いや、私の予想的にね、まあ多分ここに入ってきて、はい、一番最初に手にするって言ったらちょっと躊躇するじゃないですか。そう、ね、ハオペアって何なんだろう。まあとりあえずハワイアンの王道ドーナツを先に手に取ろうかなって思うじゃないですか、うん、そうですね。ってことを考えたら、まあ、2回目行くでしょ。ちょっと気にかけてたけど、このハオペアどういった味なんだろうって言って手に取る方、だからつまり常連さんが多い気がするんですよ、うんうん、だからあえて2番目はこれなんじゃないかなって私は思うんです。果たしてねね、ハワイアンドーナツの人気ナンバー2、2番目に人気のドーナツは、私4代目スイーツ予想師小賀由依の予想は、私の予想はじゃん、 A のハワイアンハニーバターです。このハワイアンドーナツ、マラサダのふかふかでシンプルな味付け味わいが、まあ、一番ぴったりだったのはこの A だと思ったんですよ。しかもハワイ産の蜂蜜を使ってるわけですよ。配合もしっかり工夫して日本人の口に合うようにって考えられた、この現地に行ったこのご夫婦だからこそ作り出した、ここでしか味わえないドーナツをって考えたら、この A のハワイアンハニーバターを手に取るお客さんで多いと思うんですよ。ですので私の予想は A のハワイアンハニーバターだと思います。どうだ？果たしてねね、ハワイアンドーナツの人気ナンバー2、2番目に人気のドーナツは、では、ひなさん、正解をお願いします。正解はお願い、
ゃん。イエーイ、いいです。やめた、うわー、どっちか。余裕です。一番人気なのはベーシックなシュガーになるんですけど、はい、で2番目は、B の変わり種といいますか、南国感あふれるマンゴー果肉が一番なんといっても美味しいですし、上のドライパイナップル、これが一番のアクセントとなって本当に美味しいので、そこが一番の推しポイントかなと思います。しかもだってねねさんが一番好きって言ってましたもんね。そうですね。悔しい。って直します。ネネさんではない。もう一回食べて確かめてみてください。はい、確かめます今日。